来たな。ああ、今いいところだ。だから、おとなしく待ってるんだぞ。山並書房の佐藤です。ん？あなたは？おい、こんなところで。寝てるのか。仕方ない。いや。意外と重いんだな。安心した。本当の天使じゃないみたいだ。おい、おい、そろそろ起きないとまずいぞ。あまりにも気持ちよさそうだったから、そのままソファーまで運んでやったんだ。そんなことより、もう暗くなるぞ。